とある神社に来てるんですけど、山陽バスの竹原営業所というところから行く神社ですね。小早川さんを祀る神社なんですけど、現在、一緒です。あるっていうとまで、土砂を書いたような跡があるんですけど、肝臓がちょっと土砂で埋まってしまって、集中豪雨で、その後の復活させようっていうような話が少し出てたんですけども、一応多分ね、なんか少し歩いてる人たちがいるんだと思います。なんか道っぽい道が若干ずつあるんで、草がね、ボーボー生えてたりして、なのでちょっとここに来るときは気をつけてください。特に何もできないので、山頂から、そこから、あれですね、本殿まで、道をとりあえず、土をかいたっぽい跡あるんですけど、よいしょ。土砂がね、ぶわーって来ちゃったんで、これでも若干ちょっとね、取ったんじゃないかと思うんですけど、かなり崩れたまんまで放置してるのか、ちょっと工事現場のとこに車を置かせてもらって来てはいるんですけど、足場は良くないので気をつけていってくださいね。行けるような要素のところから行ってください。絶対安全で大丈夫だとは言えませんので、私もここは。行けるかな。ここから行けるかな。はい。拝殿までは来れたんですけど、ハイデの先行けるかな、ちょっと難しい気がするんですけど、ちょっとじゃあやってみて、行ける場所があるのか。もう結構ね、勾配が進んでて、歴史のあるね、人の祭り神社だから、なんとか復興させようっていう人たちが出たみたいなんですけど、その後どう、話がどうなったのかが全然わかりませんけど、気をつけてくださいね、本当にね、足場は全然悪いので。はい、電話もう崩れて、立ち寄って大丈夫かと言われるとちょっと何とも言えない状態ですけどね。昔は立派な拝殿があったんだと思うんですが、この脇を行こうかな。拝殿の脇はちょっと倒壊の恐れがあるんで、本殿自体もね、もう崩れきってるらしいんですよ。なんで、本当はこんな脇道じゃなくても行けるんだと思うんですけど、多分行った人はいるんですね。今回若干人が脇行ったような形跡があるんで、本殿に到着しました。本殿も、まあ危ないんで入るなっていう感じなんですよね。
屋根は結構もう倒壊が始まってて、せっかく歴史のねある方の松戸屋城なんですけど、ちょっとこうこっから先は行けるかな。ちょっとなんかね草刈り釜か何か持ってきた方がいいですね、来る人は。もし心のある方で来たいっていう方です。まあ普通の人は来ないでしょうけど、もう日本の大部分の神社はおそらくこうなっていくであろうと私が危惧してあるする感じなんですけどね。本殿はまだちょっと原型が保ててますが、ロープでね、早んで入っていく感じがしてるんで、後ろのね、お米屋にしてあるところ、どうやって入ってるのかな、今。今、すべがかかってるんで、ここだけお祭りは、なんとかやってるんだと思います。よいしょ。そっから入ってきてるのかな。しかしたら、なるべくね、ちょっと参拝、まあ、ちょっと気をつけながら来てくださいね。あの絶対大丈夫だとちょっと言い切れない感じなので、気をつけて行ってきて、行ってください。まあ、一人で行かないことですね。私一人で行きますけど、本当は一人で行かない方がいいです。で、誰か下で待ってるような感じの方がいいと思います。はい。